はぁ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は、混合リーグ TOTS チーム3のティアリストになってます。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイソン選手、そして SBC 目標できている選手をティアリストにまとめてます。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがですね、混合リーグ TOTS チーム3のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、こちら TOTS のカディオグル、そしてヘルテルですかね。この2名になってます。まずはカディオグルですね。この選手に関してはですね、まあ、使いにくさはあまりないんですけれども、強さはね、全くないという風な選手になります。特に冷静さの部分がですね、81っていうのは、まあ低いですし、ジャンプの数値だったりとか、身長もね、低い選手になるんで、まあ空中戦ではほぼ勝てないっていう風な選手になります。で、またフィジカルだったりとか、積極性もですね、低い選手になっていて、まあクイックステップだったりとかね、ついてるっていうのは素晴らしいので、スピード面に関してはいいんですけれども、ただそれ以外は、そうですね、あまり良くはないかな、他の選手で全然いいかなっていうような感じですね。そして続いてはヘルテルですね。ヘルテルに関してもやっぱり冷静さ非常に低い数値となってます。77っていうのはちょっと厳しいですし、やっぱ中盤の選手で軽いのはいいんですけど、その軽さっていうのがちょっと出にくい場面もあるっていう風な感じですね。かつやっぱ中盤の選手はやっぱり四方八方ね、敵選手がいるんで、まあ囲まれることが多いので、ちょっと厳しくはなってる。まあ特にやっぱ冷静さ欲しいところではありますね。でフィジカルはあまり強くはない選手になってますし、まあ特段シュートもね、決定力とかシュート力が結構高いんですけど、やっぱ冷静さの部分でまあ入らない時もあるっていう風な感じなんで、まあなかなかちょっと現環境ではこの人もね、変わりはいてしまうという風な感じですね。そして続いては C ですね。C はですね、菅原、そしてスモディクスですかね、この2名になってます。まずは菅原ですね。日本人のね、 TOTS 選手という風なことで、まあ非常に嬉しいカードになってますね。まあ個人的にはこの人も、使いやすさはあるんだけれども、理不尽さはねないかなっていう風な感じですね。まあ、特にジョッキーのプラス、ラピッドのプラスっていうのは嬉しいところですし、まあ、クロスだったりとかブロック、あとは予測なんかもね、ついてるっていうのはいいポイントになります。ただフィジカルね、強い選手ではないですし、積極性ももうちょっと欲しかったなと思います。で一応ジャンプの数値がね、結構あるっていうのは素晴らしいです。ただやっぱり空中戦強い選手と競ってしまうと、負けてしまってもしょうがないかなっていう風な感じですね。で基本的にやっぱり攻撃的なサイドバックとして菅原をね、使ってあげると良さはね、出るかなと思います。そして続いてはスモディクスですかね。この選手に関しては、まあ、ペースがね、99っていうのは素晴らしいですし、それプラスラピッドのプラスがついているっていうのは、かなりいいですね。でかつ敏捷性バランスも99という風なことで、非常に扱いがしやすい選手になってます。ただ、まあ、もうちょっとフィジカル欲しいなって思うシーンはありますし、決定力ですね。決定力がそこまで高くはない選手になってしまうんで、そのチャンスメイクまではできるんだけれども、最後自分でも決めきるっていう部分は、やっぱり他の選手でも全然いいっていう風な感じになります。あとはね、これだったらやっぱスキル5とかあった方が良かったかなっていうのは、思いますし、ちょっと惜しかった選手。ただ、まあ、まだこう使い終わるかなっていう風な感じですね。そして続いては B ですね。B はですね、一幕から登場しましたバーディーですね。ジェイミー・バーディーになります。バーディーはね、逆足5になってくるかと思ったんですけれども、スキルが5になってますね。まあ、これは一ついいポイントかなと思います。で、一応今週のプラスとかもついてますね。ただ、カーブ値、ロングショット値結構低いというか、あまり高くはないんで、まあ今週1体じゃったら全然ありかなっていう風な感じですね。でペースも90まで上がったんですけど、やっぱバーディはね、もうちょっと欲しい。95、6あってもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。ビッグステップのプラスでちょっとブーストされるという風なことですね。で他のねプレイスタイルがちょっと物足りないというか、あまりいいものはついていないので、そこはちょっと残念やったかなと思います。そして続いては A ですね。
A はですね、TOTS、アルドーサリー、そしてルーベン・ネベス、アルデル・バイレルと、そして一幕からですね、ポドルスキー、ブスケツ、ですね、この5名になってます。まずはアルドーサリーですね、プラスになりましたんで、ちょっとサウジの選手は難しいかもしれないけれども、チームで、うまく組めるという風な形で登場をしました。なんで結構、組みやすくなった選手になりますかね。で、個人的には逆足後になったんだけれども、スキル後の方が、良かったかな。やっぱこの人はドリブルかなりいい選手になりますし、ペースもね早いんで、まあそれプラススキル後あれば、なお良かったっていう風な感じですね。でフィジカルも強い選手になりますし、軽さってのもありながら、まあスキル4でも全然自分はいいよっていう方ならかなり使いこなせると思います。でケテルクに関してはもうちょっと欲しいんですけど、まあ冷静さ89、それなりにはあるんで、十分こう決めてくれるシーンっていうのは全然あるっていう風な感じですかね。まあこの人もロングシュート値、カーブ値、まあそこまでないんですけれども、一応今週のプラスついてますんで、ペナ内だったら全然入るかなっていう風な感じですね。で一応テクニカルとかもね持ってますんで、本当にスキル4でも良ければ、最後のアタッカーとしては普通にありですね。そして続いてはルーベン・ネベスですね。この選手はね、実力はあるんだけれども、やっぱケミちょっと難しいですよね。なんでプラスだったら多分もっと値段はね高かったと思いますね。10万ぐらいで買える選手としては非常に優秀ですね。まずパスがめちゃうまですね。ロングパスのプラスもついてますし、非常にスルーパスっていうのが通りやすい選手になってますね。で敏捷性がねちょっと低いんで、まあドリブルで運んでいくっていうよりかは、基本的にはこうパスを散らしていくっていう、そんな中盤の選手になってますね。でフィジカルもうちょっと欲しいなってのは思うんですけれども、ただブルーダのプラスがついてるっていうのはありがたい、ことですし、結構 AI の良さっていうのもこの人はしっかりありますね。インターセプトとかをよくしてくれる選手になってます。まだ積極性もね高いんで、結構足を出してくれたりとかするんで、まあなかなかありで、一応こう守備的なボランチなんだけれども、シュートもね打てるっていうところもいいポイントで、レーサーも99になってますし、ペースも87あるんで、まあそれこそシュバインシュタイガーのちょっと上位互換的な選手にはなるかと思いますね。そして続いてはアルデル・バイレルトですね。こちらプラスの選手として登場をしてきましたんで、非常にケミが組みやすくなりました。ベルギーの選手一人入れるだけでもうケミさんで使えるんで、まあクルトワだったりとか、デブライネ、とかで全然いけるっていう風なことですね。それこそチーム2かな、あのフェルトンゲンと同じような感じです。フェルトンゲンはやっぱプラスじゃなかったんで、かなりケミが組みづらいんですけれども、まあこちらはプラスなんで非常にやっぱ優秀ですね。ケミ合わせることできるんで、まあ相手見ることもまだあるんじゃないかなと思います。ペースはしっかり速くなってますし、ジョッキーのプラス、あとは予測のプラス、パワーヘッダーついてるっていうのは素晴らしいですね。あとはインターセプト、ブロックなんかもついてますんで、でロングパスもあるっていうのも素晴らしい。逆足4でパスもうまくって、でかつリアクション冷静さも99かななってますんで、すごくねいい選手へと成長をしましたね。まあ、かなりベテランの選手だと思うんですけれども、これだけね強くなって個人的には嬉しい。まだ知っている選手になりますんで、結構ね化けた選手かなと思いますね。そして続いてはポドルスキーですね。一幕で登場をしましたポドルスキー、まあ、ポドルスキーに関して55になってますね。ここ非常に素晴らしいですね。基本的には重たい選手になります。そこまで軽さはないかな、ね、っていうような感じなんで、重い選手が得意っていう方向けの選手になりますね。本当にフィジカルゴリゴリですし、スピードもね90まで上がってますんで、まあ、でかくて速いっていう部類には入ると思いますね。で一応今週のプラスついていて、カーブ値ロングショット結構高いので、バン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 打っていっていいっていう風な選手ですね。あとはパワーシュートが非常に強烈な、選手にはなってます。まあ、パスもね上手くなったポドルスキーで55にもなってるんで、結構器用な、ポドルスキーで非常に使いやすくなってますね。そして続いてはブスケツですね。一幕こちらも登場をしまして、めちゃくちゃ強化をされてますね。まあ、パスめっちゃうまいのはもちろんですけれども、守備能力に関してもしっかり高くなりまして、フィジカルもねある程度あると、まあでかさもあるんで、結構ゴリッと取り切れる選手にはなってますね。でやっぱりブスケツのペース88、これがね非常に大きなアップグレードで、速いブスケツになるんで、結構相手からすると厄介な
選手にはなりますね。また予測とかインターセプトブロックなんかもついてますんで、本当に化けた、強くなったブスケツという風なことで個人的には嬉しいですね。まあプレイスタイルプラスでパス面なんですよ全部。なんでそれがまあ予測だったりとかインターセプト、あとはブルーザー守備的な何かプレイスタイルがプラスでついていたらより良かったかなと思いますね。そして続いては S ですね。 S はですねメッシを入れました。チーム3、まあ、一番の大当たりだと思いますね。まあ、メッシに関してはプラスで、登場をしまして、決めが組みやすくなった、ことで、まあ、1000万超えてますかね。まあ、スキル5にはならなかったですけれども、逆足が5の選手というふうなことで、テクニカルのプラス、今週のプラスを備えてきたというふうなことですね。まあ、スキル4ですけど、やっぱりこの人の、ね、推進力っていうのは素晴らしいものがあります。もうメッシで持ったらコントロールスプリント、やっときゃ、もうひらりひらりかわしてくれるというふうな選手になります。まあ、能力ももうえげつないですよね。まあ、今作ワイドね、同等に一番強いメッシになるかもしれないっていうふうなカード。ですね、あとはこの先の作品の中で、まあ、S メッシが出てくるか分かんないんで最後の S メッシっていうことになるかもしれないっていう風なカードですね。まあさすがのやっぱり強さというか理不尽さ、もう理不尽極まりないっていう風な選手になります。基本的には Y メッシを使えてる方だったらもう全然余裕で同じように使えるっていう風な感じになりますし、やっぱりね、軽くて速くて何でもできるっていう選手で、あとはねメッシを使ってて思うのがパスめっちゃうまいですよね。パスがやっぱメッシやから通ったっていうのがすごくありがたいので、決定力とかもちろんそうですけど、そこまでに至るなんかビルドアップとかそのラストパスっていうのがすごくねいい選手になりますんで、使った時にはやっぱメッシすごいなと思いますね。こちらが混合リーグ TOTS チーム3のティアリストになってます。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。